こんばんは。もう今日はですね、一日って早すぎっていうところで、あら生出し2時から、ありがとうございます、嬉しい、しゅうさんありがとうございます。何ですかこれは。いやもう暑いっすね、本当に暑いですね。かわいい、カプリコさんお肉さんありがとうございます。もう私も本当配信のためにもう新作を見て、かわいい、かわいい、かわいい、シロさんありがとうございます。かわいいかわいい、ありがとうございます。アンリさん、ゴミックさん、ひなこむさんありがとうございます。アトムさんありがとうございます。毎日飯を食べております。いいですね。お、砂の城ですね。ありがとうございます、にゃんこ先生。埼玉一番暑い、それってそれって沖縄って入ってるんですか、その観測って。沖縄より暑いってことですか。もう夏休みまだです。てか今今日って何日ですか。入ってて、そうなんですか。私相当額がない人みたいになって本当すいません、額はないです。そうなんですか、初めて知った。駒ヶ谷ね、私はあのてか久しぶりに車に乗ったんですけど、暑すぎてもいや、あ、これはちょっと待ってください、息できませんって感じだったんですけど、サウナが趣味の方ってどういう感じなんですか。それって息してるんですか、息を止めてるんですか。それ気になってるんですけど、いや逆にチャリ漕いでる方がですね多分涼しいと思いますよ。LS さんありがとうございます。止めてるんですか。サラさんありがとうございます、嬉しい、かわいい。なにこれ、これかわいい、ありがとうございます、すごいかわいい。私は今もうずっと夏休みじゃない、夏祭りについて調べてるんですよ。なんで私が行けそうな範囲内でありそうなとこあったら教えてください。私あんまりサウナに人生入ったことないんですけど、サウナに入った時と今日車に乗った時の感覚が全く一緒だったので、どうやって息してるんだろうってめっちゃ気になったんですけど、あら、ありがとうございます、お待ちしております、応募してくださってありがとうございます。すごい、ああ、口呼吸してるってことですか。
なんですよ。ジョエラジさんのかな、公式のツイッターさんにも写真の風景を出していただいてたんですけど、また近づいてきたら告知させていただきたいと思います。もう本当にお優しくしていただいて、まあ、でもラジオが始まったらまたお話しさせていただきたいと思います。もうすぐですのでね。で、最後の週かな、最後の週か2個目の最後の週ですかね。1日目がね終わってたりとか、もうすぐで本番というところ、素敵なタイミングで放送させていただきますので、ぜひ皆様聞いてくださると嬉しいです。もう本当に優しくしていただいて、もうウキウキで、とっても本当に来てくださるだけでもとっても嬉しいんですけど、本当に優しく聞いてくださって、私がお話してる話をしている時にうんうんってすごい聞いてくださって、もう本当に嬉しいんです。まずまたちょっとまだ放送していないので、また放送したら詳しくお話ししたいと思います。とってもね勉強になったり、とっても楽しかったり、いろいろありますので、ぜひ聞いていただけたらなと思います。さらにさらに一個の以上2023をね楽しんでいただけるようになったらいいなと思います。この以上にもとっても楽しみです。テスト大空弁当撮影の裏話、なんだろう、私は空港に人生行ったことがないので、初めて行った空港でダンスをさせていただくっていう貴重な経験をさせていただきました。おはようございます。そうなんです、受験お疲れ様ね。ドキドキ、私もドキドキです。もう本当にリハ中も先輩方に優しくしていただいて、もっと私がアタフタしていたら、もう本当に優しくこっちですこっちですよって言ってくださって、本当に助かりました。感謝の気持ちです。本当にどこ行きたい、いっぱいあるんですよ。今日母にここと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 ここ行きたいって言ったら、ちょっと本当に一日じゃ無理ですって言われました。でも私温泉絶対行きたい、これでもメンバーも言ってましたね。温泉に行きたい。で温泉に行きたい。軽井沢。でも軽井沢ですね、なんて言ったって夏は本当に激アツなので、そう、花火行きたいです。です映画
見たい映画があるので行きたいです。すごくね、私も楽しみに予告の動画を見てるんですけど、本当に映画ってこの本当映画というものを見たみたいなコメントがたくさんあって楽しみっていう感じです。今ジブリさんは映画をやってるんですか？竹置って何ですか？それはすごくいいですね。あ、イコラブさんのミュージックビデオ見させていただきました感動しました。イントロがとっても好きです。全部好きです。でも歌詞も素敵です。え、待ってください。私は映画を最近ハマってるとか言っておいて、ジブリさんが新作を出すことを知りません。ヤッシーさんありがとうございます。ありがとうございます。わかります。なんかさっきこうコメントが止まってしまってショッキングです。回線が混み合ってますね、私のお家も。大空ビュンと。私今カラオケに行きたいんですよ。そういえば行きたいとこいっぱいあると困っちゃいますね。なんか収録スタジオみたいな風になってる、そういう風な一人カラオケ専門店みたいなのあるじゃないですか。それに行ってみたいんですけど、あ、本当ですか、すんません。なんかこう丸い、なんかこういうやつあるじゃないですか。待って、なんかこういうやつこういうやつあるじゃないですか。こうやってこういうやつに向けてこうやって歌うじゃないですか。そういうのがついてるとこ行きたいんですよ。そうそうそう、ファーストテイクさんみたいなやつですね。そう、でもあれを調べてるんですけど、まずまずテンポが少ないっていうのと、あとは結構やっぱりちょっとマネーがっていうところがあって、貸し出ししてるんですか。鍵ついてたんですね、すごい。
そういえばついにポケモンスムージーコンプしてしまいました。ヤンヤンさん、サラさん、ありがとうございます。お財布は順調ですか？ノーコメントでお願いします。名前ですか？そういえばなんか愛ちゃんに言われましたね。なんとかが残ってるみたいな感じ。思い出せないです。やばいです、めっちゃコメントが、コメントがめちゃくちゃ昔の。水色フラッペさんはもう長らく見てないです。ホゲータさん、クワッスさん、ヤシーさん、ありがとうございます。ニャオハさん、あ、名前は聞いたことありますが誰がどの色かはよくわからないです。そうそうそう、フラッペさんはですね、やっぱもうコンプしたんで、私はもう今後は See you って感じなんですけど、まあ私の母に今、なんかすごい会計減ってるけどどういうことって言われて、まあフラッペさんを購入してしまいましたので、私のお小遣いから引いてくださいって言ったら、私そういうのはさ、もっと慎重にって言われましたね。ごもっともです。決済からね、初めてメイクをしたのは、あのメイクレッスンをね、ニア中に入る前にしていただいたんですけど、それの時です。でも私はもうコンプしたので悔いはないです。なんでもうこっから慎重に行きたいと思います。明日から桃のフラペチーノがスタバから開始となりますが、次の目標。
私のレッスンシューズが信じられないからあのオンボロになってしまって、振付師の方に今だってどういうことって言われて言っていただいたので、ちょっと今日は新しい靴を持っていきます。スタバ、いや私ホワイトモカさんしか興味ないです今本当に。なんでおすすめのものがあったら教えてください。ひろかさんって見て、あら毎日本当に生きてるだけで偉いですよ本当に。もう皆さん本当に生きてるだけで偉いので自分をいたわってください。でもいたわるって言ってもやっぱ難しい時もあると思うんですけど、やっぱり無理せずの範囲でゆっくりしていただきたいです。体調が一番です。私抹茶味の何かをねあんまり飲んだことないんですよ。飲んだっていうか食べたこともないです。昨日もね皆様からいただいたファンレターさんを読ませていただきました。とても嬉しいです。私はマンゴーさんがですねあんまり食べたことないんですね。確かにこの日は夕方からということなので、ですが多分ね暑いですので皆さんもお気をつけてください。本当に具合が悪くなった人はすぐに近くの方に声をかけていただいて、ゆっくり体調にお気をつけてください。本当に朝対策もぜひぜひしていただけたら幸いです。LS さんありがとうございます。あ、そうですね、 I love gaming さんにアリスが出演していたということで、あの私はあの後から追っかけになってしまったんですけど、母が多分リアタイですかね、なんか見ていたみたいですね。見たよって言ってました。あら来てくださってありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。お待ちしてます。バイトでも眠いです。本当に偉すぎますよ。こんばんは。こんばんは。土曜日のラジオ楽しみ、ありがとうございます。ぜひ聞いてくださると嬉しいです。配信で見るね、ありがとうございます。配信の方にも楽しんでいただけるように頑張ります。グッズはでもどれもおすすめですが、私はあのトあのなんかあのペンライトのトップにつけるやつ、あれ気になってますよ。ありがとうございます。私は
早朝に高速道路に乗るのが大好きなんですよ。なんかワクワク感があるじゃないですか。あと私あのパーキングエリアが大ファンなので、なんか江戸時代みたいななんかなってるパーキングエリアあるじゃないですか。すごいですよ。うわ、めっちゃいいですね。のいみさんで一番好きなと、いやもう一番なんて決められないです。本当に全部大好きなんですよ。でも毎日聞いてるのは、あ最近ですよ、もういつもいろいろ聞いてるんですけど、最近毎日聞いてるのは好きだと、マシュマロフロート。あら、ありがとうございます。素敵。何かアニメは見た？うわー、なんか見たんですよね絶対。わー悔しい。最近見ました、何かを。ボイメ送ってる。いや私もうほんと基本ベースがボイメなんですよ。いやめちゃくちゃ早いですよ。ブブブブブブブ喋ったらもうピーって遅れちゃうんで、ね、でも聞く側の方に負担がかかりますが、いやもうほんとに緊張しました。もうほんとにガチガチに固まってしまったんですけど、優しくしてくださいました。なんか母との LINE で結構ボイメ送ってるんですね。めちゃくちゃボイメ送ってるんですけど、まあボイメ送ってすごいだいぶ経ったんですよ。だいぶ経ったんですけど、まあなんかいや話が噛み合わないことが何度かあって、さっきボイメで送ったけどって言ったら、あ言ったけどボイメ全部聞いてないからって聞いてください。なんで聞く側が負担はすごいらしいですね。そうなんか聞けるときは聞いてくれてるらしいですね。お嫁聞いてないからって言われちゃう。なんかジュリーから聞いた私の家族の面白いエピソードがあって、ジュリーはめっちゃなんかいつも楽しそうにそのエピを話してくれてるんですけど、まあ、いつかなんかどっかで言える時があったら言おうかな。
多分ダメ、多分 NG ですが。ボイスメッセージだと、まあ、内容が通知だけじゃ分かんないんですよ。ボイスメッセージが送信されましたので、 LS さんありがとうございます。おすすめの日傘、いや私軽いやつって感じです。中が黒で外が白、いやほんと、いやもうジュリーの明るさにはもうたくさん私元気をもらってますよっていう話はしましたか、したか。え、合わせ鏡の話はしましたか。すいません、今何分か分かる方いらっしゃいますか。ありがとうございます。お、かわいいグルーミーさんです。なんかメイク変わった、今日はアイシャドウしてませんぐらいです。あの舞台の時の楽屋は合わせ鏡だったんですね。でなんかたくさん芸を見せてくれて、もうめっちゃ面白かったですね。結構昼夜公演の間みんな休息してるメンバーが多いんですけど、ジュリーだけはいつも私を笑わせてくれました。もうジュリーは最高ですよ。なんかジュリーのなんかそのジュリーがこう笑わせてくれるそのどこにストライクゾーンめちゃくちゃ私が入ってて、何でもやっぱ面白いんですよね。やっぱうちの例の人数ONG、 ちょっと待ってください。でも見ましたか、今見た人すいませんいますか。今例の話したら今チカチカなりました、画面が。これ本当多分今これ今電波攻撃受けました、これサイバー攻撃。ほらもうサイバー攻撃受けてます、もう本当にこれですね、これ霊たちからのこの、それ以上言ったらどうなるか分かるかっていうこのこの電波から、私お化け絶対信じません。なんかスピリチュアル要素はですね、私はなんで、私この私でも絶対信じるというスピリチュアルがあったら皆様ぜひ教えてください。でも今ほらもう完全にもチカチカしてて、私チカチカしてました、私の画面が完全に。これはうちの家に在籍してる例ですね。
いや、私人生でお化け屋敷入ったことないんですよ。大量にいるらしいです。うん、そんなわけないですよ。課題終わらないですとにかく。それはもう気合でいきます。てかもう結構諦めてもいいと思います。休息の方は大事ですよ。ビクトリーさんありがとうございます。私はなんかそのいるかいないかどっちでしょうみたいな要素にはしんお化け屋敷みたいにも絶対にこううわっみたいな感じで驚かしてくる系、これは弱いです。杉さんありがとうございます。お風呂がだるいです。ちょっと私の方が多分だるい自信はあります。あら、ありがとうございます。あら、毎日偉いですよ。まだお風呂嫌いの。好きになることあるんですか、私。大丈夫でしょうか。仕事はきつくて休みたいな。あー、でも本当お仕事でも本当にそう思っている中でも本当にお仕事していて本当に偉いの本当に一言につきます。でも本当に辛いと思ったら新しい環境に一歩踏み出してもありますので、自分を苦しめすぎず生きていってほしいです。一度しかないですから人生。いやほら本当まあでもやっぱりとは言ってもやっぱ新しい環境に変えるっていうのは難しいことだと思うので、まあその中で新しい趣味だったり私たちが元気づけられるように精一杯頑張りますので、辛い時はぜひ言ってください。ありがとうございます。少しずつ得意そうですか。よかった。今度やってみようかな。次の期末テスト。7月31日でまだ学校あるんですか。大変ですね。そうそうそう、私みたいにあの「とかなんか「もうあ」とかなんか適当な声 を出してみるっていうの結構いいですよ。私こう意図的にやっていますからね。関東は夏休みですね。そっか、季節場所によって違いますね。すいません、あの
すいません、50分になったら声かけていただけてもいいですか。すいません、私のなんか、そうなんですね。本当に大学生さんはどういう感じにテストをするんですか。大変ですよね。すいません、私がいつも頼りにしてる時計なんですけど、なんかその太陽光、そのエナジーを蓄えてるらしいんですけど、私が本当太陽光を見るとなんか最近ってなってしまうということで、ずっとシャッターっていうか、カーテンをね全部閉め切って、光をねカットしてるんですけど、そしたら時計が消えてしまいました。部屋の明かりでも充電できるんですか。じゃあ普通に充電がないみたい。すいません、間違えちゃった、ごめんなさい。太陽の光のせいにして、ニコさんすいません。いやいやいや、ほんと私はこんなガキンチョさんなんですけれども、本当に偉そうなことをほざいていますが、と聞き流していただけたら。で、私は周りの方が素敵な方ばっかりの環境の中で生活させていただいておりますので、私は周りの方に助けていただいております。夏休みは、そんな、もうどんな方にでも応援していただけることが本当に嬉しいので、そう言っていただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。京都行きたいですね。なんか自然が多いところに行きたいですね。そう、私もメイドどうしよう、と迷ったんですけど、花火見に行きたいです。もうぜひぜひ少しでも興味持っていただけたらでいいので、ぜひお待ちしております。いいですね。私本当に花火に今まで触れたことがないので、どっちでも嬉しいですね。打ち上げ花火でも手持ちでも。この投票機能を使って、私が手持ち花火をするべきか、花火大会に行って花火、打ち上げ花火を見るべきかっていう投票でもしましょうかね。ありがとうございます。確かにどっちもできそうですね。
ありがとうございます。ツインテールから髪型を変える予定はありますか？私はまだわからないです。50分になるよ、ありがとうございます。いいですね、もうお祭りがあるところがあるんですね。いいですね。ではランキングもしていただきたいと思います。13位の方から、もえぴさん、ありがとうございます。12位、しゅうさん、ありがとうございます。11位、あんりさん、ありがとうございます。10位、ガミックさん、ありがとうございます。9位、アトムさん、ありがとうございます。8位、ヤンヤンさん、ありがとうございます。7位、ビクトルさん、ありがとうございます。6位、ヤッシーさん、ありがとうございます。5位、スギさん、ありがとうございます。4位、カプリコンさん、ありがとうございます。3位、ハルキさん、ありがとうございます。2位、LS さん、ありがとうございます。そして1位はサラさん、タワーもありがとうございます。皆さんもありがとうございます。今呼びできなかった方もありがとうございました。そうなんですね、すいません、教えてくださった方ありがとうございました。助かりました。本日を見てくださってありがとうございました。またそうだ、今日平日でした。皆様毎日お疲れ様です。そう、今週は対バンに出演させていただきますので、お会いできる皆様楽しみにお待ちしております。土日ぐらいにまた配信をさせていただこうかなと思いますので、もしお時間ありましたら見てくださると嬉しいです。では本日もお疲れ様でした。見てくださってありがとうございました。またおいとまさせていただきます。ありがとうございました。にゃんにゃん。